まあでも走ることに意味があるんでね、毎日。疲れました。まあ明日お休みなんでゆっくりしたいと思います。ただ明後日がちょっとね忙しくて、ずっとそう忙しいからちょっと明後日に向けて、明後日別にお仕事じゃないんですけどね、準備しようかなって思ってる。いつのペアさんありがとう、うさぎー、コウタロウさん、マタさんありがとう、花そう、このお洋服ちょっと盛りぼりもほどけちゃってるけど新しく買ったんだ。久しぶりに自分で服買った。でもなんか似合ってなかったかも、あんまり買ったけど。カッキーさんにがレインボースター、お、なんかこのチョコの芋虫ちょっとウマルチに見えた。まさくまさんありがとう、ね、ちょっと失礼失礼、失言してしまった。芋虫すごい。そう、今日は歌唱力の収録だったんですけど、この予選の収録の様子が10日に放送されるので、2月の。なにこれ、トランプすごっ。エースのペアさん、ありがとう、ランプありがとうございます。すごい、サムムムの子、サムムム、そうだよ。今日はサムムムでしたね。今日は寒かったです。そう、芋虫チョコ10匹だと壮観ですよ。そうなんだ、ちょ、まだ1匹しか見てないや。つかさちゃんありがとうございます、ありがとう。花、この洋服はね、なんだっけ、あそこチコ、チコっていうとこ、お姉さんぽくて可愛い、嬉しい。この柄が好きで買っちゃった、珍しい。自分で全身見せて、ちょっと今日全身見れない。全身が見たい方は10日の歌唱力見てください。全身が映ってると思います。ただ靴がちょっと服に合ってなくて、ちょっとミスマッチだったんですけど、ちょっと靴がソルしか持ってなかったんで、ちょっとミスマッチな靴を履いてますが許してください。ひななさんも同じこと言ってた、同じ思考ですね。自分的に何点だった、自分の中では60点。でも2人が本当に、お二人さんが本当に上手で、すごく支えられたので、もし決勝行けたらお二人の本当におかげですね。天ぷらさんありがとう。何これ、あ、何これ、送った、あ、何これ、自分、え、何これ、すげえちっさ。ありがとうございます、バラもありがとうございます。すごい小さいやつ、クッキークリームアイス柄ですね。美味しそうでしょ。ワンタさん、ありがだるま。フードフーチコ。あ、そうやってんですか？なるほど。ラッポーレ原宿に行ったんですよ、最近。ラッポーレ。久しぶりに原宿の方行ったんですけど、そこで買いました。ラッポーレ原宿に入ってた。わかんない。どっちがうまく歌えたかわかんない。ちょっと聞いたらちょっとわかるかもしんない。ちょあれかも。一応言いたくないから言わんとこ。まあ聞いてみてください。おんたさんありがだるま、ありがとうございます。まさきぶさんありがお花、11分かお花柄です。おんたさんありがだるま、もう、あ、なにこれ、チョコレートのバラみたいな感じ。チョコミントさとまく、お友達の宇多田のスマホの色紙壁紙にしてます。 お友達も宇多田も喜びますね。嬉しい。あの絵めっちゃいいですよね。まだ他にも2枚あるんですよ。またさ、ありがたるま。恵方巻き食べてない、食べたかった。今日あれじゃん、あれですね、節分ですね。ひできさん、ありがいちご。わさぴさん、ありが紅茶。夜なのに元気だね、今走ってきたからね。またさ、ありがお花。しゅんごさん、ありがとうございます、お花。じゃあ今日は恵方巻きということで、ちょっと恵方巻き持ってきますね。よいしょ。よいしょ。はい。恵方巻きを南東向いて食べます。テンション高いと寝れるかな。まあまだお風呂、今お風呂入れてるからまだ寝ませんで。何歌ったの？あ、花水木歌いました。花水木歌った。袋ちぎっちゃった。じゃあ私の恵方巻き。南南東向いて黙って食べます。スペースオグさん、ありがお花。
のりえとまくゆうさんありがとう。じゃあいただきます。こうやって食べてるときなんか願い事するんですっけ。願い事するんです。これコンポタ恵方巻き願い事するっけ。で黙って食べたら叶うみたいな感じ。 OK。 何個も願い事していいかな。叶えたいのがたくさんあるんだ。じゃあいただきます。間違った。スーさんありがとう。バラひろきさんありがバラ。今日は、今年はなんなんと昼ご飯を食べてきました。今日はね、終わった後にルンちゃんとご飯食べてて、それでちょっと遅くなっちゃった。そう、ルンちゃんともともと吉田とルンちゃんと3人でご飯食べる、どっかでタイミング食べたいねって言って今日食べるって言ったんだけど、吉田が明日2公演出るっぽくて、朝早いからちょっとやめとこうかな今回はってなったから、るんちゃんと2人で行ってきました。ひらきさんありがとうございます。叶いそう、願い事。でもこのうまい棒は本当に節分のために買ったんですよ。みちかさんありがお花、くんちゃんさんありがお花。お酒飲んでない、るんちゃん飲まないからね。飲まないですね私も。僕誘われてないけど、誘ってないよ。あ、またうまるち来た。じゃ笑っちゃった。すごい。ジュンさんありがとう、見せてくれて。これだね、言ってたのはさっき。芋虫10個ありがとう。なんだこれ今のすごいな。明日の静岡は見に行かないの。明日ちょっといろいろやろうかなと思ってる。最近できてなかったこと。うまるちいっぱいだった。すごかった。壮大だ、壮観だったね。確かに。じゃあ笑い方がちょっと下品。おほほほ。おほほ。ありがうまるち優しさにすれば言いませんわ。おほほほ。おほほ。このさ、前髪がちょっと長いからこうさ浮いちゃうのが芋っぽくて嫌になっちゃう。本当に酔ってないですよ。本当にお酒飲んでないですよ。最後にお酒飲んだのはいつだろう。今何日？3日でしょ。5日前とか6日前とか。前髪曲がってる。そう、長いから。今日寒むむむだったね。今日めっちゃ寒むむむだった。それもさ、今ジャンバーで、ジャンバーが1着しかないんだけど、今日の服に合わなさすぎてちょっと薄手のコートにしたんだけど、それも寒かった。ショールームのアンケートに初の配信が好きって書いてたよ。嬉しい。そなたの願いを叶えて信じよう。ありがとう。そう、結構最近ちょっとメンバーとそう、最近ある方が誕生日だったからね、ある方のお祝いをしてきたよ。これみんな言ってないかな、言ってなかったな。そう、飲んできました。こんばんは。モールさんから違います。こんばんは。やばい。
のんちゃん、あの17期の子かな、20歳なってないよね20歳なってないよね。ハイボール飲みながら見てます。おお、いいね。お、そう、正解、ヒカルンです。ヒカルンが20歳になったんで、お祝いにご飯食べに行きました。でその時に おめでとうって、そう、ずっとヒカルンとは本当に15歳とか14歳とかもう16歳とかも本当そういう10代の若い時から、20歳になったらいつか一緒にお酒飲んでみたいねって言ってたんですけど、ついにその日が来たのかってすごく感慨深かったですね。めちゃめちゃ、うん、大人になったな、お互いね、お互い大人になったなって思いました。そう、ヒカルンだけ誕生日遅くて、あー57分あと1分でランキング見ますね。そう、今日メイクしたからメイク落とさないといけない。お肌ツルツルだね。加工でーす加工です。今日は疲れちゃった。今日カラオケで2時間1人で練習してきたけど楽しかった。私音程取るのが苦手なんだけど、カラオケで練習すると音程のこのさ上下が分かりやすくて、採点機能を使うと、あーいいなと思いました。ほら、ランキング読みたいと思います。13位しゅんごさん、しゅんごさんありがとうございます。12位わさぴさん、わさぴさんありがとうございます。11位ふくあとマークすなごさん、ふくさんありがとうございます。10位だいちゃんとマーク UF 二次元は裏切らないさん、だいちゃんさん、だいちゃんさんありがとうございます。9位すーさん、すーさん、すーさんありがとうございます。8位ひいるきさん、ひいるきさん、ひいるきさんありがとうございます。7位チョロアタレッチさん、チョロさん、チョロさんありがとうございます。6位ワンタンさん、ワンタンさん、ワンタンさんありがとうございます。5位マーサクマさん、マーサクマさん、マーサクマさんありがとうございます。4位チョコミントさん、とまく今日のお洋服とっても似合ってるよ、お上品、ありがとう。チョコミントさんありがとうございます。3位13ありがとうございます。2位春野さん、あのちゃん、ありのちゃんありがとうございます。1位はエースのワンペアと、あーエースのワンペアさんエースのワンペアさん、エースのワンペアさんありがとうございます。明日お休みだ、何しようかな。みんなも明日ゆっくり休んでね。またカラオケ行こうかな。でも、あ、土曜だから高いか、やめとこうそしたら勉強しますわ。じゃあみんな今日は夜遅くなっちゃったけど最後まで見てくれてありがとうございました。また配信しますね、いつするかわからないけど、またね、バイバイ、元気でね、おやすみなさい、おやすみ。